カプセルトーイ、カプセル級フロイライン、変態王子と笑わない猫、ヒロインアンソロジー。はい、行きます。ごちそう。海洋堂さんの400円シリーズなんでやったんですけど、私ね、残念ながら変態王子と笑わない猫のアニメ見てないんです。原作も見てないし、アニメも見てないんです。だからちょっとキャラクターのことが分かりません。こんなことは初めてじゃなかろうか。いやー、これさ、こんなに人気出ると思わなくて。まあそうだよね、今からバンダイチャンネルかなんかにあるかな。まあ探してみます、見てみます。ね、つくしちゃん出ましたね。いやー、ちょっと残念だけど、ほんと元ネタがわかんないな。いつもね、何が出た出ないで興奮気味で開けますから、こんな注意書き前からあったのかなっていうのは載ってますけど、やばい。ちょっとこう、ね、元ネタ知らないでこういうのやるとこんな気分なんだね。初めてだわ。ちょっとカルチャーショックですよ。つくしちゃん出ました。どういうキャラかもちょっとわかりません。やっぱね、でもすごいよくできてる。よくできてます。はい。なんかね、あれだね。いやー、ダメだ。ダメです。ダメダメ。やっぱ、キャラ知らないのに、キャラ知らないし、元ネタ知らないのに喋っちゃやっぱダメだね。ダメです。いやー、キャラ可愛いからやったんだけどね。やっぱ喋れない。元ネタを知らないと喋れません。そんだけでね、じゃあカプセルトイコーナー、並べてみたいと思います。はい、カプセルトイコーナー、歴然の覇者たちがこういるわけでございます。いるわけでございます。そして最後、出ました、ドーン。変態王子と笑わない猫よりつくしちゃん。やっぱね、海洋堂さんのカプセルトイだなっていう造形してますよね。すごくよくできてる。はい、そんなわけで、カプセル級フロイラインシリーズ、変態王子と笑わない猫よりつくしちゃん出ましたという動画でした。バイバイ。